あのまずは杉本さんの方にちょっとお伺いしたんですけどあの津山の方でとかあの、まあ、あの最初は、えー、ぼやきの話とかありましたけどあの津山の人たちがこうあの最初ぼやきのところからこうなんか自分たちでというふうになんか変わっていくという段階というのはどの辺りぐらいから出てきたかという変わってきたなと感じられた瞬間っていうのはなんかありますか、うん えっとですね一つはですねあのーうん、あのぼやきからやる気力が徐々に変わっていってるんですが、えー その委員会で委員の方々、それとあの役所の人たちねえもう結構参加して一緒にやってるんですけど、ねえその中で最初はやっぱりあれ役所に対する質問とかともすればちょっと攻撃的になるような言い方とかが多かったんですね、とこだ,だ,んだんだんだん議論をですね我々、やり方としてみんなが、まあ、ったら公平に時間を使いながらみんなが話してみんなもちゃんと聞くというやり方を繰り返したんですね。 そのううことによってその役所の方々も本当はいろんな思いもあるんだけど、いろんなこ、ね、束縛の中で言い切れない、やり切れてないところもあるんだという人間性のところに振られたり、それから非常にいいのはフィールドワークですねえ、フィールドワークへ行って一緒にいろんなものを経験することによって、えー、それからですねもう一つ僕ら、特にちょっと公式なところで書いてないんですが、本当は私、あのあ,あいう,ふうな計画策をやるときに絶対飲み会を設定するというのをやってましてね。 必ず飲み会は設定しましょうとで飲み会の設定にとってもいいのはフィードワークの後なんですねみんなで汗かいた後でビール飲んでたりするととってもいいそういうところだけでお互いがまあ知り合ってお互いあのあ悪い奴じゃないんだなと話ができるよなというふうになる、えー、それが非常に大事なのかもしれないなと思いますね、でえー、策定が終わった時にですねある方が言われたんです市,の市民の委員の方が言われたらです、ね、私は実は市役所は大嫌いでしたと、今まではね。 というのは、一生懸命見に行ってもちゃんと聞いてくれないとかそういう感じに思ってたと、ただこ、これに参加してやってきて、少なくとも今、これに関わった市の職員の人は好きですと、一緒にやってくれそうですと、そういうふうに言われたら、他の市民の家の人が俺もそう思うとかいうような感じで言われたんですね。 でそういういうにやっぱり人間というのはちゃんとお互いあの付き合っていくような仕組みを作って一緒になって、あのいわゆる一から自分と一生懸命あの作る側に回っていくことを経験していくと変われるんじゃないかと、これは役所の人も言えると思うんですねあね、市民の人というのは文句ばっかり言ってるというふうに思ってる人も結構いるんですよ、意見を言いに来るんじゃなくてあれは文句を言いに来ると、と苦情を言いに来るんだと。 でもその意見やあの文句や苦情という裏に本当はこうしたいのにこうなってないそれがだんだん,だんだん溜まっていていつの間にやら文句になっちゃうんだということも分かってくるところあるもん、ね。 えー、そういうのがやっぱり、えー、大切かなと思います。ですから一、えー、回や二回でだけじゃなくて何回も何回もやっぱり話し合うこと、積み重ねることです、ね、それそして同じ今まで同じ立場に立って具体的な例えば計画を作る文字を作っていくという経験をすることによって変わるんじゃないかなと思いますけど。ありがとうございます。えー、まああのー、何回も議論を重ねて議論するだけじゃなくてこうこう現場を見てで一緒に。 まあ、汗かいて一緒にこう、まあ、飲み会もやって、そういう信仰を深めながら議論を重ねることが大事という話ですいや、議論ということで、ちょっとあのふと先ほどの飯田さんの話であの、福島県の議論が出ましたけれども、あれはあの県庁の方とあの電力会社がこう向き合ってというか、反対側に座お互い座って議論をされたんですかね。 あていうか普通はの住民と話し合うときはあの役所というのは電力会社と同じ側に座ってますけど福島県の場合は違う側に座ってたんでしょうか、えっと、NHK 政策検討会はですね、えっと、今でも全部情報公開してウェブに載っかっているので、まあ、それをご覧いただいたらあれですけどもあの最初にやったのは、えー、とにかく 県知事以下、とにかく主要スタッフと、あとまあ確か県民も傍聴できたんだと思うんですけど、でそれに、えー、と毎回、原子力に批判的な人と、それから推進の人を代わり番号に呼んで、もう、まあ、本音トークをやり合うんですよね、でえー、でその中で、えーまあ、福島県としてはこう玉ねぎの皮を剥いていったというかですね。その あのまあ、どういうことかというと、そのまあ、日本の社会っていつもこうダブルスタンダード、まあ、本音と建前前、これは彼女の悲し悪いことばっかりじゃなくて、当然、やはりその、まあ、あ,のあからさまに口に出さなくてもとりあえず抑えておくことと、あるいはフロントステージとバックステージというのが、あのそれはあ,のあっていいシステムなんですけど、 今の日本社会ってそれが行き過ぎているところが結構あるんじゃないかという気がするんですよね、でまあ、原子力の,その典型でもうあの表サイドは木で花をくくったような例えば公聴会第一次公開ヒアリングとかはもう質,問のあの質問の入り口と出口も全部原告書いてあるとかね、ねここまでいくともうあの完全に儀式民主主義になってしまうと。でえー、そういった中でで今までは 行政対住民とかですね電力会社対住民だったのが県そのものが国に翻弄されるようになってで、えー、国の政策が要は国はとにかく、えー、か変える直前までは従来の政策だから何を聞いてもですねいや大丈夫です全く変わりませんとある日突然がらっと変わってで県はその国の政策に沿って 地域広域計画とかいろいろ作ってきたのに、ある日突然、それもガラガラガラっと全部変わるとで、えー、しかもそういうものにまた原子力とかエネルギー政策と大きく関わってくるものをです、ねえー、もう少しきちんと筋を通したいというところから、まあ、あの福島県佐藤知事の冒険が始まって、えー、でそういう、いわゆる乖離しすぎた本音と建て前の世界をもうちょっと近づけようというところだったと思うんですね。 でまあ、そういう意味ではあのー、あのまで今までがあまりに乖離しすぎていたのでそ,のそ,のそれでもさらに裏舞台の話は当然あるんだと思うんですが今出ている議事録だけでも十分面白いですし、えー、その先ほど申し上げた中間報告書というのは、えー、要は国がもう完全にフィクションで固めていたものを 福島県という行政が打ち破ってこれおかしいんじゃないですかと素直に子供の目線を装いながら聞いてあの結局、国って嘘しか言ってないじゃんっていうのが非常によくわかるあのあのそんなでも下品な文章じゃなくてちゃんとニュートラルに作ってあるんですけども。 あのそういうことぐらいはちゃんと筋を通しながら、でも最後に残る本音のレベルで残る、なんていうかこう、意見の分かれですね、そこら辺はお互い歩み寄りながら作ればいいんですけども、えーまあ、そこに降りていく道筋を、まあ、作ってくれたという、そういう議論だったという感じですね。はい えっと、あ需要プールと市場プールは一緒です、あのえー、マーケットプール、デマンドプール、えーまあ、私はそれをもう一歩言葉を超えてソーシャルプールと言ってるんですけども、えーあのまあ、タ,イタイ語としては入り口があのテクノロジープッシュとかですね、あのテクノロジープッシュのときはマーケットプールというんですね、それからサプライプッシュというときはデマンドプール、供給と需要。 技術とと市場いいいうそういうそ対立になっていますで、えー、っと技術プッシュの方は何かというと、あのーまあ、これまでの一言言言うと日本のエネルギー政策です、でえー、あるいは NEDO という組織がありますよね、NEDO がやっているのはほとんど技術プッシュですね、であのとにかく補助,金補助金つけるからこの、えー、この煙突の向きをちょっと変えた新技術実証試験を作って、 らないかという形で、えー、なんかこう、い、え、ろ、ー、んななんたらガス化装置、なんたら、なんたら装置みたいなのが、がら、こう半ばガラクタのようなのが北から南までバーっとあるわけですよね。で、えー、そういうものが、あ、ってもですね、結局物事は普及しないというかですね。で、あの、技術というのはそれなりに、えー、ま、なんとか成熟してきているわけなので、あの、も。 全く何のもないところの研究開発は大事なんですけども、えー、もうある程度成熟してきた技術については、その入り口ではなくて出口ですね、出口を例えばその、まあ、相撲の土俵に例えると、その土俵とその花道をちゃんと整えましょうということですね。 物事は流れていくと例えば太陽光発電高い、高いというけれども、まあ、それは例えば土俵,土俵に言うと、あの高いところに土俵を作って、ですね登、えー、るはしごもないままあ、高いから無理だよねという話になるわけです、ところが、じゃあ、太陽光発電、今高いけれども、高くても採算が成り立つような土俵にしておけば、例えば登るエスカレーターの階段をとりあえず一時期は、えー、例えば10年間、段階的に作っておけば、ですね、えーまあ、ドイツなんかまさにそういうことやってる。 そうすると別に高くても普及するわけです、それがあの一番下のコスト低減ということで、とにかく日本の通産省の文書によるとことごとくこう左側の文書でできています、とにかく技術開発してコストを低減して普及させるんです、コストを安くするには普及しないと安くしな,いならないんです。 普及するにはマーケットを作らないと安くならないです、ね、で、えー、まさにこのパソコンがいい例ですけどもパソコンはムーアの法則という形で2年おきに何パーセントか70%か集積度が上がっていくという、まあ、法則で、えー、今やこの10年ぐらい前のスーパーコンピューターがこ,うこ,このポータブルのこうコンピューターになってきてるわけですね。で再生可能エネルギーも 累積生産量が倍になるとコストが85%になるという技術学習曲線があるんですですからそのきちんとそ,のそれに応じたコストで普及させる仕組みさえ作ってやればあのいくらでもあとは普及に沿って技術は安くなっていくと、まあ、そういうような仕組みをいろんな形でこれお金だけじゃなくてあの例えば送電線の系統電力会社が接続を許さないとこういうのも まあ、そもそも土俵に壁を作っているので土俵に上がれないとかですねで土俵に上がってみたところ電力会社が意地悪していろいろだめだとか土俵に画鋲がまいてあるとかですねそういうものを丹念にチり取りできれいにしてあげると実は普及していくんですねそういう出口側があまりに今まで、えー、おざなりになりすぎていて、ね、入り口のところに一生懸命お金を費やしてでお金を費やしたらまあとは能となれというか,あなんか仕事をした気になって終わりと。 担当者が変わるたびに一つの事業実証、装置ができてです、ねでえー、なんかそういうような文化からそろそろ日本は変わらないといけないということですね。はい、あの、えー まあ分かりやすい例になるかどうか分かりませんけれども、あの、ゴミ発電というのがありますけれども、あれまあゴミを燃やして、それでまあ電気を起こそうっていう話なんですけれども、あの、ゴミが減ってしまうと電気が発電できないっていう、あの、技術はそうできるね、あの、新エネルギーとか言われてますけど、それが本当に環境にいいのかっったら大変疑問だっていうことも、まあ一つの例としてあるのかなとか思いますけれども、え、他になんかあの質問、はい、どうぞ。 であの今、東京都で進んだのはあくまで環境局のしかもその内側でできる温暖化対策の範囲内なのであの東京都の場合とか知事のところからその周辺の非常に大きな政治的なイニシアティブで大きく変わっているというよりも、まあ、うまく知事を乗せながら変えているというところなので他の部局は。あの 十分、それが先進的では必ずしもないというところは十分あると思うんですね、むしろ環境局の今の温暖化政策だけが異例に進んでいるとで、むしろ可能性としては横浜市の方が、まあ、これがまだ始まったばっかりですけども、こちらはその、えー、市長、副市長のイニシアティブで、えー、先ほどの温暖化政策は全局長が出て、財務から建設からです、ね、来ていたので,で、その中の一つの答申に、 全ての事業、横浜市が行う事業に関するいわゆる CO2 家計簿というか CO2 評価を事前につけてですねで、えー、というのも一応アイデアとしてあるのでそうすると、じゃあその道路を作って CO2 が全体として増えるという評価の方、じゃあそれをどうするんだとか、ですねそういう、そこまでいくと今度やっぱり本当に本当の意味の政治的なイニシアティブがないと。 国土交通省と喧嘩しなきゃいかんとか、あのそこまで腹をくくって、えー、やらないといけないことだと思います先ほどあの、えー、環境だけじゃなくて総合のせ政策の総合化が必要だという話もちょっとさせていただいたのはその、まさにおっしゃるようなことがあるからでありまして、えー、先ほどはあの環境と経済と社会的構成の道の方が大事。 バランスが大事だって話をしましたけれども、まあ、おっしゃることもだから環境と社会基盤の,あのクロス和のクロス部分についての,あの検討がなされてないというのは、まあまあ、縦割りの弊害だと思いますし、えーのまあ、同じように京都市もあの地球温暖化防止条例の、えー、自治体で最初に作りましたけれどもあれも本当、えー 環境局が作ったんで環境局がやることに関してはいろいろ書いてあるんですけど他の部局に関しては全く何もできないような条例になんですけども、まあ、そういった縦割りの弊害っていうのはどこの自治体もありまして、まあ、その辺あの杉本さんにあの総合化でなんか総合的にそういったあのえ整備多治見市の例なのをちょっと紹介していただきたいなと思うんですけど。 多治見氏がすごくうまくいってるわけじゃないですが多治見氏が政策形成ヒアリングというシステムを持っておりまして、えー、これはの予算編成の前、6月ぐらいに12か月かけて全部局、僕はあは総合計画、割と生きてる方なんですねで、総合計画に書いてある事業で実施に移す事業に関して、えー、政策形成ヒアリングというのにかけなきゃいけないんですが、その政策形成ヒアリングは、えー、っとです あの財政担当部局だけではなく人事部局とあと環境部局が責任を持って全部見ることになっているんですねですから一応どのような新しい仕事から見ても環境から見てどうなんだということは一応全部チェックできるというふうになっています、ですから、例えば学校の校舎を建て替わりしてもその学校の校舎をどのように環境から考えるのかみたいなもの、それから住民参画というものもあるんですね。そういうふういふなところで一応スクールリングしていく ただ、今、政府はこういった事実が出ので、えーまあ、少し、まあ、従来よりは環境面でのです、ね、ほかの,、ね、の,の部局の仕事であっても環境面で,です、ね、いろんなものを配慮できるというふうな実例は少しずつ出ては,出てはきていますね。はいでただあの っことも今日これからのこともまさにそうなんですが、えー、そのためにもしやってると思うんですけどあの飯田さんのお話しされたように日本の場合は本当にあのこの地球温暖化というものに対して全くビジョンも政策もなってないんですね。 その中の、えー、ところであの一つはもちろん再生可能エネルギーと省エネルギーはどうするのかともう一つは多分おっしゃった交通だと思うんですよ、日本のお交通運輸というのをどのように組み立て直すのかとこれもまたできてないんですね、そういう中でご承知の通り地球温暖化防止にむしろ役立つという,ふうな名目で道路をどんどん作ろうとするようなものすごい矛盾したようなことを今やっているで、それを我々の方からどうか切り返していくのかというのは大きなあも題です。 の通り、あのー、少しずつですけど、今回もまだご紹介いただきますけど、えー、日本の中で例えば富山の LRT が成功したとかです、ね、面白い事例は出てきておりますので、えー、それとかまあ国交省もです、ね、全部が全部車ばっかり行っているわけじゃないで、なぜか、あのーえーですね、軌道を。 面白く使おうなんていうふうな法律もできたり、それの施工がもうすぐ始まるわけでありますけど、ああいうものを使ったような事業を日本でやっぱり作っていかないと、われわれ、ドイツの環境省とかで行きまして、一番まず分かるのは、街の,その交通とかの作り方が全く違うんだということが分かるんですよね。 あの辺りがないとなんかやっぱり我々としても環境人と言ってもちょっと寂しいかなという部分があって、えー、ぜひここが僕らとしては一番今気になってるしやらなきゃいけない部分かなとは思っております。 えとそれ、お隣の三鷹市さんの総合計画なんか、かなりすごい市民参画で作られているので、これ、一つの例だと思うんですが、総合計画をローカルアジェンダとして、ものすごい意識的に作っているような自治体は出てきております。つのの事例としししてでですねあの詳しく今時間ありませんので申しませせんん申が 我々のコンテストとも上位に来ています安城市という町が三河安城という名古屋の手前ですよね、えー、あの安城市が、えー、総合計画のおまい、あ、たらあれとして、まあ、持続可能性というのははっきり歌っているのとそしてあの目標として、ね、市民とともに育む環境市と安城というのが、えー、総合計画の主目標なんですよね市民とともに育む住民参画を歌って環境ということを歌った町を作ろうと。 いうふうな総合計画がありまして、いわゆる僕らから見れば、総合計画という、まあ、日本の自治体の一番上のトップの計画に、そういう持続可能性とか環境という要素をきっちり入れていただくの方が、実はとてもいいんじゃないかというふうに思ってます、ただそれ入れたからといって、実行できるかどうかというのは別でありますが、安城の場合は、ですねあの副市長が2人目の人、今までは1人だけだったんですね。 一人の方は今まで通り全部局を見ているんですがもう一人の副市長を新たに、まあ、議会は承認を得て設置したんですがその副市長はです、ね、その環境省安全を作るだけをやるとそのための調整をやるのがその副市長の役割だというのを副市長は置きましたでそれは議会も認めたというところで少し面白い展開も考えられるかなというふうふに思っています。 でえー、そこまでは行ってないんですが僕らのコンテスト1位になった北九州というのは世界の環境指導を目指すというふうなことを一応、目標にされています、世界のですねすごいですねで、それでグランドデザインというのはかなり住民参加で作られたんですけどね。 えそれでですね環境省推進室というかあのあの部局を設けられて環境部の中なんですけどねでただ、そこの環境省推進室だけではなくて、えー、部長級の環境省推進のための賛辞というのがいましてその賛辞の人が全部局を集めてそのグランドデザインを 具体化していくためのお横のつながりを、ね、やっています、それで、えー、環境史と推進予算という予算を、あがあのいろんな予算のところかあるんですけどね、ねその環境史と推進に関する予算というのをちゃんと、えー、総合的に並べておられます、で見たら、えー、道路を作るとはそんなものは一切ありませんでした。 なかなかまともなことをちゃんと予算化されているなというのがありまして、だから部分的に見ていきますと、日本でもおっしゃるような部分で、少し前に行っているような自治体も現れているのかなとは思っております。はいいありがとうございます、えー、時間がちょうど3時になりまして、あのー、飯田さんがこの後大学の講義がありまして、退席されるそうなんですか。なんか飯田さん、最後に言,言い残したことがあったら、一言。 あの最初、さっきお,お写真で見せた福井県議会ですね、なん、あのー、であんなことになっているかというと、あのー、自民党がこれまで圧倒的多数で40人中31人が自民党でだったんですけど、なんか最近それが19人と12人に2つに割れたんですよね。でその割れた価値観の対立が,対立が何か というのがですね夜酒を飲みながらいろいろ聞いてたんですけども、も、えー、マテリアリズムとポストマテリアリズムの価値観の対立なんだということなんだですねで、マテリアリズムの人たちはやはりいまだに、えー、原発だ、もっと道路だという、こちらがまあ19人なんですけどもで、12人のどちらかというと若い層の人たちは、もういいんじゃないかと、もの物はもういいよと、ものがもっと欲しい、もっとくれと言ったあげく え福井市内ででもシャッター街がこう広が広るようなですねでむしろその、えー、きちんとそのポストマテリアリズムのこう本当の意味でのこう豊かさとかですね質感の高い暮らしとかです、ね、そういうものは作る必要があるんじゃないかということを、えー、言って大きく2つの会派に分かれたんですねだからそういうようなこう,こうなんとかこうまだ水面下ですけれどもそういう大きなえ価値観のシフトというのが。 えー、地方議会の自民党ですら起き始めているというところにすごく私は衝撃を受けて、ですねしかもそのあれだけ原発利権の塊のようなあ県議会であのこのことが起きているというかす、まあ、かなきっと希望を思いながら,ながらですね私は帰ってきたんですが、ましてやこの環境、指導を目指す皆さんをです、ね、もう,もうポストマテリアリズムともう一つごく大事なキーワードは私物化というかですね。 私物化といってもあの個人の私物化というよりも組織が私物化をするとこれが日本の悪い癖だと思うんですよねだから建設省は建設省の道路を作り農水省は農水省の道路を作りというですねそういうそのこれはまさにさっきの縦割りの話なんですけどこの私物化感覚を本当の,の意味の開かれた公共性に持っていくとこのだからポストマテリアリズムと公共性開かれた公共性この2つが本当の意味の、えー、環境であり えーまあ、環境というのは本当に社会を作り上げていく、本当のキーワードなんだろうというふうに思います、ね、それを切り開いていくのはあの、やはり環境というキーワードだというふうに、まあ、思います。